皆さんこんにちは、方言ファッションのレッチです。はい、ということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。今回挑むのは2つのケロンスターですね。はい、神級の破壊の時代の力、ボスに待ち受けるのは千辺万華ですかね。千辺万華のブラックスター。はい、バランススキルアタックタイプで飛行と回避アップレベルにはついております。で、普通のスキルなんですけど、2ターンで、まあ、4ターンチャージまでできるスキルですね。1ターンだと、貴族性横列に貴族性攻撃力30倍、2ターンで十字列水属性45倍、3ターンで縦横斜め前列の敵に火属性60倍で、4ターンで敵全体にバリアを破壊する闇属性かける30倍ですね。まあ、上からいくと、60倍、90倍、180倍、120倍という倍率になりますね。強いですね。バリア破壊っていうのは結構魅力的かなと思います。はい、でリーダースキルはすごくそこに対して相性がいい。スキルアタックタイプ味方ダメージスキル力が 6.3倍、闇属性の味方 1.5倍で、闇属性のスキルダメージを 60% 軽減といった感じですね。なので闇属性しか出てこないようなステージだと結構有効なんじゃないかなと思います。はい、でスキルアタックタイプかつ闇属性がどこまでいるか分かんないんですけど、結構思いつくだけでもいそうな気がする。あれだ、7つの大罪コラボのボスとか、あとはラフトクラティラ、アフトクラティアラとかあの辺ですね。はい、で今回挑むのは久しぶりに登場サコンさんです。はい、アウト。サコンさんのリーダースキルがですね、 HP 対味方は攻撃力3倍、毎ターン HP が1500回復、非貴族性で同時攻撃で2倍と、まあ、最大6倍まで引っ張れるかなり強力なユニットになっております。まあ、ただ、バランスタイプ自身がバランスタイプなので、リーダースキルの影響を受けない軍種タイプと言われるものですね。スキルかなり強力です。非属性の味方全体のスキルターンを2ターン減少させると。はい、でいつものバルーガレギンにアティアを連れていきます。まあ、今回他にもいろいろ回答ありそうなんですけど、まあもうすぐ多分サコンが復活するであろうと思われるので、サコンの力を今一度示していきたいなと思います。挑戦。はい、ということで始まりましたドロロっていう感じで始まるんですけど、まあ最初にですね、スキルターンを4ターンですかね、減少させつつ自身にコンボ制限をかける形ですね。でコンボ制限は12したきちゃったか、12コンボ、これどうしようかな、12コンボマイナスされちゃうので、まあ、結構痛いですね。あと通常スキルも結構強力なので、通常スキルを受けないように注意したいですね。でバルーガレギンのスキルでもワンパンできないんで、なるべく細かくコンボをつなげていきたいところではあります。あら痛いね、これは死なないでよアティさん。あーオッケーオッケー、このスキルはそんなに強くないのかな。一方一方向だけに来るスキルは結構強力なので、それは受けたくないですね。はいはいはい、微妙なラインだな、微妙なラインだな。これで右上に来てほしい。さあおいで。でこの、トラップスキルも言うてそんな強くないですね。これどっちにしたか。あでもこれで決めれるかな。来た、回避アップ2ターン、次4ターンって感じですか。おお、サコン、サコンやられてもらったら困るんですよね、なんだかんだで。ちょうどこれでコンボがなくなりの回避も切れてた方がいいかな。確実性を狙うためにこれ斜めこうですかね。はい、でコンボ制限なくなったのでここで仕掛けたいと思います。まあ、バルーガレギン仕掛けつつの、アティエはいらないかな、みんな感じ。あでもサコンがちょっとやばいんで次にかけちゃいます。まあ、アティエは回復力結構あって回転も結構早いのでガンガン使っていいと思います。 OK、
次です。ここ結構問題で、ギロロは、5ターン物理ダメージを軽減ですね。はい、まあ、物理ダメージ&スキルダメージ軽減ですね。はい、なので一旦ここはいつでも、スキル発動できる状態にしておきますと。でなおかつ5ターン何ですかね、いやスキルダメージ軽減はこっちについてるだけだな、あれ物理ダメージ軽減だけだと思うので、ちょっともう一回確認してみますね。ですね、物理ダメージ軽減だけなので、どうしようかな。で、あの物理ダメージ軽減が終わったタイミングでずっと、即死系のダメージを連発しまくるフィールド全体に、それちょっと避けたいので、まあ左近でスキルを扱えるような状態にしておけばギリ間に合うはずです。物理で仕掛けてもしょうがないんだよね。これ斜め列だけか。じゃあ火ダメージを避けていきます。これで左上に行くはず。そう、おお、そっちか。通常攻撃は言うほど強くないので、あ、これは固定ですね。で次レギンの横にバルーガを流し込めばグッドな気がします。気合もう満タイ来いよ。うわ、ティエが死んでもうた。はい、ここで仕掛けます。よいしょ、という感じですね。ギロロに関してはワンパンできるので、まあ、そこは大丈夫かなと思います。よいしょ。で、左近発動を残しつつ抜けたいところですね。ここはサコンがですね、回数制限2なのであと1回しか使えないんですよね。なので次のターン始まった時に使い、次のエリアに入った時に使いたいんで、なるべく取っておきたい。いいぞ。いいぞ。動くな。動くんかーい。これでもう一回右上来てもらってから仕掛けましょうかね。あ、でもあのままじゃなかったのかな。まあ、これでいきましょう。はい、と。はい。丸刈りに素晴らしい。ちょっとね、アティエさんいなくなったのは誤算ですけど、まあ、ガツガツ攻めていきたいと思います。ポイントとしては、ボスは、バルーガレギンでも倒せません。一発じゃ。なので、バルーガレギンプラス、まあ、バルーガとかもう一回バルーガレギン決めたりとかっていうのが必要になってきますね。これボス降りてくるかな。来ますよね。でボスの攻撃力は割と高いので、ちょっとまあ油断はしたくないところではありますね。なるほど。おお、ナイスナイスナイス。ちょ、時空がいまいち分かんないんですけど、仕掛けちゃう。もう一回待ちましょうかね。もう一回待ちましょうかね。ちょ、時空がでもまあなんか多分なんやねん、割り込みあるんかーい。うわー、下か。これ確か矢印バインドだった気がする。せい、バルガレギン決めたいですね。多分バルガだけでもなんとかなりそうな気もしますけど、あ、クリティカルダウンか。衝撃、まあ特に、あ、これか、バインドは特にボス自体が攻撃力アップに対して、どうしようかな。ステイだな。攻撃力アップに対して、まあなんか割り込みだったりするわけでもないので、
割と余裕を持っていける気がしますね。ナックスだ。これめ結構攻撃上がります。多分3倍なんじゃないのかな、2倍か3倍ぐらいになるんで結構痛いんですよね。降りてくる。そう、どうですか、いい衝撃。衝撃もあんまり受けたくないな。逃げるか、逃げるか、逃げよう。はい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 、まだ余裕がある。強打、これ横かな、右か。これでちょうどいい具合になるはず。よし来た、次のターンでフィニッシュですね。食らえ。おっと、これどっちだ。スキルダメージ軽減だったら1ターン待ちたい。物理ダメージ、よし行こう。はい、これでフィニッシュですね。ドリア、はい、こんな感じになっております。ちょっとアディエがねやられてしまったのは誤算ではあったんですが、まあまあサコンは木と火で攻撃しないといけないので、まあ、なるべく本当はバランスよく編成するのがいいんですけどね。木が2体と火が2体っていうのがいいんですけど、まあ、結構アティエ自体が HP タイプで、耐久率も高いので意外とあの 3-1 の編成でもいける気がします。まあといっても結局バルーガもレギンも HP タイプなんですけど、であとあの編成の中で言うと、クンネカムイもスポットで入れるのもありかなと思います。ちょっと噛み合わせは悪いんですけど、リーダーをクンネカムイにするとかはありかなとは思いますね。はい、といった感じになっております。今回結構このステージは、まあ、難度はそんなに高くないような気はします。そんなに割り込みも多くないですし、まあ、注意すべき点は2エリア前ですかね、エリア2の、物理防御アップが終わったタイミングで仕掛けてくる攻撃っていうのには、まあ、注意が必要かなと思います。はい、といった感じですね。今回の動画は以上となります。それではまた別の動画でバイバイ。